よし、どうぞ。はい、次は今度ネギを切ります。一応切り積みに沿って最初切ります。今度はまっすぐ引っ張るんじゃなくて少し斜めにするときれいに切れるようにします。それから今度隅をします。で腰掛け部分。教科書にも載ってます、載っておりますが、こういう姿勢で学んでいくと。一番最初から隅に沿って打つんではなくて、少し1ミリ2ミリ程度離して最初は穴を掘っていきます。深さを確認して手前が深くならないように上から一応結んでた。それからだんだん有先っていうのは継ぎ間がしっかり胴突きが取って初めてこの間の位置が決まるんであって有先っていうのは これにぶつかると間が伸びたりするもんだから少し余裕を持って取ると1ミリか 1. 何ミリ余裕を持って取るようにしてください。 これは上が継ぎ間の部分を切ります。小さい子なかった。仕掛けの細工は完了です。